皆さん、こんにちは。日本を代表する女優の一人の高畑敦子さん。大学受験では有名校を受験して合格したそうですが、それが嘘だと言われ、学歴詐称も疑われています。息子の裕太さんは暴行事件を起こしました。その黒幕が久本雅美さんと言われています。そして、去勢したという噂も浮上しています。息子の裕太さんの承諾を得ずに、去勢したとも言われているようです。また、最近の不適切発言にも注目が集まっています。今回は、女優の高畑敦子さんの学歴詐称、息子の裕太さんの事件の黒幕、去勢、デリヘルのお世話や不適切発言などを深く掘り下げていきましょう。まずはじめに、9月12日、バラエティ番組、ポカポカで、起きた不適切発言について、詳しく見ていきましょう。その時の状況を芸能関係者が、次のように話しています。高畑さんは放送中のトークで、2003年のドラマ「白い巨塔」で出演が決まった際に更年期障害になったことを告白。病院に行ったところ医師から流れ作業のように診断されたことを差別用語を含む言葉で表現したんです。発言直後のスタジオは笑いに包まれていましたが、翌日原田アナが職業差別を助長する恐れのある不適切な表現だったと謝罪したんです。今回高畑さんの発言は翌日の放送でアナウンサーが代わりに謝罪する形で迅速に対応されました。テレビ局関係者はテレビ局側が過去のケースを踏まえて対応に走ったのではないか、高畑さんが発言した直後 SNS で彼女を批判する声は少なかった印象です。フジテレビが先手を打って謝罪したと見ることもできます。コンプライアンスを重視する昨今、スタッフも番組内でタレントやアナウンサーが不適切な発言をしていないか神経を尖らせているんです。ただ高畑さん本人からは今回の発言について何の釈明も聞こえてきません。所属する劇団青年座のホームページなどでも言及されることがなく、だんまりを貫いている状態です。本誌も劇団青年座に今回の高畑さんの発言について見解を求めましたが、期限までに回答が寄せられることはありませんでした。次に高畑敦子さんの学歴について詳しく見ていきます。高畑さんは香川県の進学校、香川県立高松高等学校の出身です。高松高校は香川県内でもトップクラスの進学校として知られており、多くの卒業生が有名大学に進学しています。高畑さんが在学していた当時も非常に学業レベルの高い学校だったことが伺えます。高校時代の高畑さんは勉強も運動も万能で、学業優秀な生徒だったそうです。具体的にどのような成績だったのかは明らかになっていませんが、周囲の証言からクラスでもトップクラスの成績を収めていたのではないかと推測されます。このような優秀な高校生活を送った高畑さんは、当然のように難関大学を目指すことになります。大学受験では早稲田大学、慶応義塾大学、お茶の水女子大学、東京女子大学、津田塾大学を受験したと本人が主張しています。これらの大学はいずれも日本を代表する難関大学ばかりです。早稲田大学と慶応義塾大学は言わずと知れた日本の私立大学のトップ校です。お茶の水女子大学は国立の女子大学として最高峰に位置し、東京女子大学と津田塾大学も私立の女子大学としてはトップクラスの難関校です。高畑さんはこれらの大学すべてに合格したと主張しています。早稲田大学に合格したと主張する理由は3つあります。1つ目は高畑さんの出身校は高松高校で学業優秀だったため、早稲田大学に合格するだけの学力はあったと考えられる点です。2つ目は持ち前の記憶力の良さで、高校から支持された受験校として早稲田大学、慶応義塾大学、お茶の水女子大学、東京女子大学、津田塾大学を受験し合格したと本人が明言している点です。3つ目は合格者の名前が地元新聞に載るほどの快挙のため、周囲の人から合格先を聞かれるなど話題になる点です。地方の進学校から難関大学に合格することは地域にとって大きなニュースになることがあります。特に
早稲田大学や慶応義塾大学といった全国区の有名大学に合格した場合、地元メディアが取り上げることも珍しくありません。高畑さんの主張が事実であれば、彼女の合格は地域の大きな話題になったはずです。しかし、この高畑さんの主張を裏付ける客観的な証拠が現時点で公開されていません。大学の合格発表は通常受験番号で行われるため、第三者が個人の合格を確認することは難しいのが現状です。そのため、高畑さんの主張が事実かどうかを完全に確認することは困難です。名だたる大学に受かった高畑さんが実際に進学したのは、東邦学園大学短期大学部でした。東邦学園大学短期大学部は、演劇やミュージカルなどの舞台芸術を専門的に学ぶことができる学校として知られています。多くの著名な俳優や女優を輩出しており、芸能界を目指す若者にとっては憧れの学校の一つです。高畑さんがこの学校を選んだ理由は、演技を学びたいというものだったようです。つまり、高畑さんは学業優秀で、難関大学に合格する力があったにもかかわらず、自身の夢である女優への道を選んだということになります。記憶力がいいのはクイズ番組などを見ればわかりますが、早稲田大学を合格していたという証拠はないため、現在も芸歴詐称が疑われているようです。次に、高畑敦子さんの息子裕太さんの事件について紹介します。高畑敦子さんの息子裕太さんは2016年8月23日前橋市内のホテルの40代従業員に暴行を加えた件で逮捕されました。この事件は大きな話題となり、その後の展開や様々な噂について多くの人々の注目を集めました。逮捕容疑は、23日午前2時ごろ、前橋市内の宿泊先のビジネスホテル客室で、歯ブラシを届けるよう40代の女性従業員を呼び出し、手を掴んで無理やり連れ込み乱暴したというものでした。女性は右手首関節打撲などの軽傷を負ったとされています。事件発覚のきっかけは、午前3時半過ぎに女性従業員の知り合いの男性が110番通報したことでした。高畑さんは取り調べに対し、女性を見て欲求を抑えきれなかったと話し、性的暴行を認めたと報じられました。報道によると、被害女性は40代のホテル従業員で、美人でスタイルもいい人だったそうです。身長も高く、橋本まなみさんに似ているとの声もありました。また、被害女性の顔写真が流出したという噂が広まりましたが、これらは全てデマであることが判明しています。しかし、その後の展開で事件の真相がはっきりしないまま、様々な憶測が飛び交うことになります。高畑さんの弁護士は、知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、少なくとも逮捕時報道にあるような電話で部屋に歯ブラシを持ってきてと呼びつけていきなり引きずり込んだなどという事実はなかったと考えておりますと、高畑さんに全面的に非があるわけではないとのコメントをしました。弁護士のコメントの通り、高畑さんの無実の可能性を示唆する情報が出てきました。週刊誌フライデーは、被害女性の知人男性が暴力団関係者であると報じました。この知人男性は、事件発生から1時間しか経っていない通報時にすでに医師の診断書を持っていたとされ、不自然さが指摘されました。これらの情報から、高畑さんがハニートラップにかかったのではないかという噂が広まりました。例の知人男性が登場し、高畑さんを訴えると息巻いたとされています。この知人男性は元暴力団員で、強盗や拉致監禁容疑で2度の逮捕歴があったと報じられました。示談金については、東スポが8000万円と報じていましたが、週刊文春は1500万円だったと報道しています。被害女性は週刊文春の報道について、キスをしたなんて絶対にない、そもそも私はエレベーターに一緒に乗っていませんと強く否定しました。裕太さんと被害女性の供述には食い違いがあり、各週刊誌の報道内容もそれぞれ異なっているため、事件の真相は依然として不明なままでしたが、示談が成立しました。そして、2016年9月9日の午後2時過ぎに裕太さんが釈放されました。
前橋署から出てきた優太さんは報道陣に向かって大きな声で謝罪し、数十秒頭を下げ続けていました。その後、車に向かう途中で報道陣から被害女性についての質問を受けましたが、優太さんは質問に応じることなく、納得のいかなさそうな表情で車に乗り込みました。この対応を見たネットユーザーの一部から、ハニートラップの可能性があるのではないかという噂が出始めました。優太さんがハニートラップにあったという可能性がささやかれるようになった理由は、事件当日の不可解な内容にあります。事件があった直後、被害女性は警察に通報することなく知人男性に相談していました。通報したのはその知人男性で、通報までに1時間以上の空白の時間がありました。さらに優太さんは事件の後、ホテルの寝室で眠っていたそうです。これだけの事件を起こしたのであれば、自首するなり逃亡するなり何かしらの行動に出るはずですが、のんきに寝ていたというのはちょっと奇妙な話です。不自然な部分があり、ハニートラップの可能性も否定できません。しかし被害女性の立場からすると、裁判などに進んで身元が明らかになってしまうのは避けたい気持ちもあったのでしょう。このハニートラップは久本雅美さんが黒幕と言われています。この説が出てきた理由は、高畑さんと久本雅美さんが不仲であるという噂から来ています。久本雅美さんと高畑さんはどちらも舞台女優として活躍しています。久本雅美さんが所属する劇団はわはは本舗、高畑さんが所属する劇団は青年座です。劇団同士がライバル関係であることなどから、二人は犬猿の仲であるという噂が広まったようです。そして優太さんは役者としてだけでなく、久本雅美さんがいるバラエティ番組の世界にも進出していました。仲の悪い女優の息子が久本雅美さんの得意分野であるバラエティ界に進出したことが気に入らなかったため、ハニートラップを仕掛けさせて優太さんを陥れようとしたという説です。また久本雅美さんがハニートラップを仕掛けたという説は、過去に極楽とんぼの山本さんの事件の時にも浮上していたそうです。ハニートラップがあったのか、久本雅美さんが関係しているのか、現在も不明のままです。優太さんの婦女暴行事件から1年が経過した頃、高畑さんの心労が限界に近づいていると言われていました。息子の事件は高畑さんにとって大きな衝撃だったことは想像に難くありません。芸能人の母親として、息子の犯罪は自身のキャリアにも大きな影響を与えかねない出来事だったでしょう。そんな中、高畑さんは息子を支え続けてきたようです。しかし1年が経過しても事態が大きく改善しない中で、高畑さんの心労が限界に近づいているという情報は信憑性が高いです。記者会見で優太さんに関する質問をぶつけられ、芸能リポーターの口を無理やり塞ぐなどの気功が報じられたばかりだったそうで、この行動は高畑さんの精神的な疲労が限界に達しつつあることを示唆しているかもしれません。記者会見という公の場でこのような行動をとってしまうほど高畑さんが追い詰められていたのでしょう。最後に優太さんの虚勢の噂についてご紹介します。舞台関係者の愛さんによると、優太さんは事件が起きてからずっと引きこもり状態でしたが、最近は肉体労働系のアルバイトを始めるまで回復したそうです。また愛さんはアルバイト先の先輩が優太さんを元気づけようと、高畑さんに内緒で夜の店に連れて行ったら、あちらもすっかり回復してしまったようだとも語っているようです。事件の原因となった問題行動が再び表面化する可能性があるということです。さすがに冗談だとは思いますが、また外で問題を起こさないように高畑さん自らデリヘルを呼んで家につなぎ止めているとか、パイプカットの相談をしに医者に通っているなんて話を大御所の役者さんから聞いたこともあるそうです。いかがでしたか？高畑さんの学歴について嘘とまでは言えませんが、合格校の中から演劇の勉強ができる東邦学園短大を選んだというのが事実のようです。優太さんが被害女性と関係を持ったというのは事実のようです。優太さんがハニートラップにかかったという噂については、久本さんの黒幕説も含めて真相は闇の中です。高畑さん自身の芸能活動については徐々に再開しつつあるようです。
舞台を中心に活動を続けており、その演技力は依然として高く評価されています。しかし以前のように幅広い活動を行うまでには至っていないのが現状です。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。